これは一人じゃできないわ。ちょっとそうですね、抑えながらっていうのできないですもんね、やってもらった方がいいよ、これは絶対。ちょっと上がりやすくなりましたね、おお全然違う、すごいですね、周りが大きい、はい、回ってますね、はい、もう気づかない人もいるんですか。あ、そうですね、多分中村さんは結構ご自身の体の変化とか状況に対して感覚がかあのちゃんとしていると思いますね。うわ、痛かったですか。なかなかちょっと、はい、響きますよね。痛いですね、そうだね、それだ、中村さんの動画すごく評判良くて、はい、コメントも見られたりしました。見てないですよ。あ、全然見てないですか。はい、あ。なんか、すいません。いえいえ、すごい仕事ができそうなお姉さんとか。なるほど。なんか声が、はい、コナン君に似てるとか。ああ、よく言われますよ。ああ、そうなんですか。うん、なんか男性や子供だ、男の子役の女性声優さんっぽいみたいな。はい。見てみよう。いいぜ。この人に。いろんなとこやっていろいろ言ってほしいとか、なんかやってあげたくなるとか、やってこんだけリアクションよかったらやりたいみたいな、はい、書かれてました。なんかすごい気持ちよさが伝わってくるとか、すごい評判が良かったです。ありがとうございます。よろしければ今後もぜひお願いします。すげーわこれ、うん、頭やっぱ硬いですね。そうそう、頭硬いですよね。え、いろいろ考えちゃったりもあるんですかね。寝不足ですかね。寝不足なんかわかんないけど、ねえ、じゃあ8時間から10時間ぐらい取るようにしてるんですけど、たくさん寝て時間は取ってますよね。時間は取ってますよ。あ、途中途中ね、やっぱり、ね、でもあとやっぱその今すごく痛くて起き上がるのも大変とかってなってるじゃないですか。 そうですね、それがすごいストレスになってるとは思います。ストレスかかるとやっぱ取り硬くなりますね。お顔がこう、あ、なるなる、苦悩の表情になるので、それに合わせて頭もギュッと、あ、鼻が通ってきた。うえ、なるほどね。うえ、面白いな。違う、違う、面白い。ちょっと待って、すげえ、なるほどね。おお、いいね。うわ、すごいっすわこれ。何これ。嘘で、嘘でしょ。ちょっと面白い、ね、一番にリアクションいいですね。いいっすね。違うけど、びっくりした。やっぱさすがですね。いや、この頭の近くやられるから、おお、あ、柔らかくなってきたよね。そうですね、取れてきました。さす、おおほほほほ
とやってます、わざとやってるから、それはわざとやってますよね。これ仕事でやってますもんね、これ。やめよう、よし、よし。無に、無に、無にだろう、無に。辛いですか、大丈夫ですか。辛いというか、はい、痛い。はい、痛いね。後ろすごいですね。そうですね、ここね。うそこ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 、ちょっと待って。あーすいません、凝りがね、すごいできてるんで。頭の凝りってことですか。そうですね。そうなんだ。鼻が普段詰まる方とか、目がすごい疲れる方とか、ここが結構皆さん。そうですね。はい、あとまあすーげーな。ちょっと、そうですね、うん、そんな力入ってないはずですよね。そうですね、今他のところで言うならこんな感じ、ね、はい、いやだけど、よし、響きますよね。ああそう、なるほど。やっぱりすごい大変な硬さが あって、あ、でも気持ちよくなってきた。はい、ああ痛気持ちいいぐらいになってきた。ああ多分結構痛みのリミッター強いですね。なんすか痛みのリミッター強いっていうのは。なんか結構痛いのに慣れてますよね、多分。だからすごい痛がりですよ。 そうですか、うん、いや多分結構本当まだこれ痛いと思うんですけど、気持ちよく感じられるんであれば結構。あ、本当ですか。はい、痛いのに対して。ちょっと一回陣痛に耐えてますし。あ、そうですね、はい、女性はそうですよね。なんかこう痛くなったら、はい、あの陣痛よりマシ、陣痛よりマシみたいな。そうですね、感じのことあります。確かにやっぱり陣痛を乗り切った女性は痛みに対して許容が高くなって、あの今こうやってやってもらってて、はい、左の鼻の通りが良くなって、うん、右の鼻が詰まってる感じがするのは何でですか。、はい、多分そのほぐれて、うん、詰まりが取れてる関連するところは通り良くなるんですけど、うん、やってない側はそのままになっちゃう。右やってんのに右が詰まってるんですよ。あ、こっちって左になるんですよ。へ、うん、はい、そうなんだ。交差してるので、はいはいはい、あの、はい、右利きは左みたいな。そう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 、目と脳のあれはこっちとこっちで反対交差する感じになるので。そうなんだ。こっちのツボに関してはここやったら左っていうことなんですね。はい。で、あと結構その血流良くなると、はい、詰まりやすいんですよね。あ、そうなんだ。あの要は血管が拡張するので、はい、鼻の中が膨らむ感じになって、はい、で、まあ、鼻が詰まってくるっていう。はい、すごいな。今度反対横向きいいですかね。はい。